はい、ゆうべりをご覧の皆様、ゆうべです。今日はね、渋谷原宿にある回転寿司じゃない、回転スイーツに行ってきました。カフェロンロンっていうスイーツですね。猫のマークとかがすごい多くって、すごい一口のサイズですごい食べやすかったので、ここでね、何皿食べれるか行ってみましょう。はい、もう40分でね、もうすでに中に入ってて、完全にサムネ用に写真を撮りたかったんですけども、全然撮れんくて、しかももうグダグダですね。ちょっと初めてのね、大食いチャレンジなのでグダグダですけども、そんな感じでちょっと見てみてください。はい、で一応右上にね、タイムと何皿食べたかを一皿ずつ、写真付きで載けたいと思います。一応ね、ボディメイクもしてたので、ちょっとね、カロリーとかもみんなにね、何カロリーぐらい食べたんって言われて、確かになと思ったんで、ちょっといろいろネットでね、調べて、どんぶり勘定なんですけども、私なりにカロリーも予想ですね、UA 予想なんで全然違うと思うんですけども、大まかなね、カロリーも載けていきたいと思います。はい、ぜひね、皆さんもね、何カロリー、トータル何カロリーぐらい食べたから、ちょっと予想して見ながらちょっと見てってください。はい、でまずはこの一皿目なんですけども、夏コッタソウ青いですかね、ちょっと漢字は弱いんですが、こちら一応夏限定、夏季限定の、夏季限定の程よい甘さのパンナコッタにブルーのゼリーで海を演出だそうです。本当ね、インスタ映え間違いなしの一品なんでね、もう一発目に撮りましたね。はい、で次マカロン一口でいきましたね。はい、意外とね、私マカロンってカロリー高いのかなと思ったんですけど、1個あたり70カロリーぐらいらしくって、意外と低いんだなっていうのにびっくりしましたね。はい、でここの、スイーツ、回転スイーツは、流れてくるスイーツを取っていく形なんですけども、回転寿司みたいにね、注文はできずに流れてきたのから選ぶって感じになります。はい、3皿目、オレンジプリンですかね。もうめちゃくちゃ爽やかでね、風味がとても良くて美味しかったです。はい、で次4皿目、ティラミス。私一番ティラミスがね、好きなんですよね、スイーツの中で。めちゃくちゃこれもね、濃厚ですごく美味しかったです。はい、で今日はゆいえね、チートデーっていう形で2、3週間ぐらいかな、大会終わってから、ボディメイクの大会終わってから、もう一口もね、嘘ついたほとんど甘いの食べてなかったんで、もうどれ食べても美味しくてやばいですね。あ、ちょっと串団子、三色串団子ですね。これすごい可愛いですよね、ちゃんと串に乗っかってて、そう、これも一口でいきました。はい、これもね、カロリー低め45、あ、次行っちゃった。これも夏限定、シェリオランジュですね。ロンロンの語呂入りのシェルチョコレートになっていて、中にオレンジジュレが詰まっていて、なんかパッションフルーツとストロベリーのソースで、サンセとピーチのような盛り付けになっているそうです。シェルチョコならではのカリッと香ばしい歯ごたえも楽しめるというものになりますね。はい、で次7皿目、スポンジケーキかな。猫のね、形取られた、なんか例えるのはウエハースの薄い感じの味でしたかね。ちょっと語彙力なくてすいません。はい、でもこれもね、すごい美味しくって、やっぱ軽かったですね。予想は80カロリーぐらいかなっていう感じです。めっちゃ至福ですね。はい、はい、次はカヌレですね。ちょっと私初めて食べたんで、ちょっと調べてみたんですけど、フランスのボルドー地方伝統のお菓子みたいですね。作り方は鍋で牛乳沸騰させ、そこにラミシュ、バター、砂糖、薄力粉、卵にバニラを加えた後、生地を半日寝かせるらしいんですよね。で型に入れて蜜ろうを塗って、休ませておいた生地を流し込み、オーブンで焼き上げたものだそうです。ね、すごい手がすごい凝ってますね。一時期流行ったらしくて、またブーム来てるのかな。はい、また来ました、ティラミス2個目です。本当ティラミス好きなんでね、ちょいちょい出てくるんで、ちょっと温かい目で見てください。はい、
ショートケーキ、やっぱねケーキといえばこれですよね、ショートケーキ。ちなみにショートケーキって日本のでできたって知ってますかね。なんとね、ペコちゃんで有名な藤屋の創立者藤井リエモンさんが作ったものらしくって、なんでもね、1912年のアメリカの洋菓子でスコーンのようにサクサクしたビスケット生地と生クリーム、いちごを重ねたショートケーキを絵にして、それをね日本人の口に合うようアレンジして1922年に発売。これが日本でのショートケーキの先駆けとなったらしいですね。はい。でいつの間にか11皿目、いちごの蒸しケーキかなって思うんですよね。ちょっと名前が載ってなかったんでわかんないんですけども、このね猫のねあの肉球かわいいですよね。プラスこのマカロンの縁の部分、あの身の部分っていうんですかね、わかんない、それもプラスされてるんで、まあ、予想は75カロリーかなと思います。はい。次12皿目、ベイクドチーズケーキかな、これもちょっと名前がわかんないよね。はい。これちょっと高めなんですけど、1200カロリーかなと思います。でもすごい濃厚でめちゃくちゃ美味しかったですね。はい。てかやっぱしね、この回ってくる回転ってやっぱ楽しいですよね。何が来るかなっていうさ、ワクワクもありますし、もうなんて言ったってテムスイーツっていうね。次、ガトーショコラ。いいですね。やっぱ濃厚なこのガトーショコラめちゃくちゃ美味しかったです。すみません、語彙力なさすぎて。でまた来ました、夏の限定、夏凝った、そうかな、青かな、これ2個目です。やっぱこれも爽やかですごい美味しかったんですよね。やっぱ濃厚なのがねどんどん続くとさっぱりしたのも食べたくなってきちゃって、で先にこっちから食べます。はい、パク。カフェローランの、ね、ホームページにもあるんですけども、お腹いっぱい食べたい、見とれるようなスイーツを満喫したい、可愛いカフェで友達とお茶したい、できれば浮いたお金でおしゃれしたい、もうすごいわかりますね。ポジティブなね、あのお財布周りの環境を作り出すことで女の子のライフスタイルをフォローする回転スイーツの食べ放題カフェ、思うままに可愛いスイーツを食べることができる満足感とお皿をね積み上げていくワクワク感は欲張りな女の子の夢を一度に叶えてくれば、そう、まさに私。はい。そして次なんですけど、15皿目に来て肉まん来ました。もうすごい、しかもあったかかったんですよ、びっくりしました。回転寿司、回転スイーツなんでね、あの冷たくてんのかなと思ったらもうあったかくて、やっぱね、もう14皿も甘いの食べるとね、15皿目のね肉まんすごい美味しかったですね。やっぱ甘いのしょっぱいの大事ですよね。はい。次16皿目、ミニクレープ。クレープもね女子大好きですよね。この薄皮で中がリニューアルしてミックスベリーチョコソースからストロベリーソースに変わったらしいです。ホイップの甘さが控えめのね生地で一新して、もう上品な盛り付けで食べやすいという形ですね。はい。またマカロン来ました。2個目、もうね一口で食べれるよね。しかもマカレの周りのねチョコレートソースとかもデザインが一皿一皿違うので、本当に楽しめると思います。女子にもね大好きですよね、やっぱ見た目も大事。はい。おこぼれオートとか、トウモロコシコロッケ、これも本当にあったかくって、あったかい、熱々までいかない、あったかくってちょうどいい食べやすい状態で、やっぱしょっぱいのいいですね。甘いの、アイデンしょっぱいめっちゃ美味しい、サクサク感がもう最高です。でトントントンって話してるんですけども、なんだかんだで今も18皿で、もうだいたい10皿から20皿ぐらいが、相場らしいんですが、来ました。耳じゃない、尻尾。ちょっとね、ナレーション慣れなさすぎて、ちょっと語彙力というよりも日本語がもうたどたどしくて申し訳ないですけども、はい、来ました、ティラミス。もう本当大好きすぎて3個目ですね。もうティラミスも何個食べるかちょっと予想してみてください。もう美味しい、もう何なの、もうティラミス作った人マジですごいと思う、神っすよね。もうコーヒーも大好きなんで、もうコーヒーのケーキとかも最高。はい、来ました。ちょっと耳もつけて、耳、尻尾も可愛いですね。本当耳と尻尾すらも分かんないっていうね、ちょっとやばいですね私。
ここでね20皿到達しました。このね備えてる漬け、うんと日本語わかんない、隣にあるブルーベリーベリー系もすごい美味しかったです。はい、次何かめっちゃ選んでますね。はい、次ポテサラマッシュポテトですね。やっぱね甘いの食べたいんですけども、やっぱ、ね、間スイーツまた尻尾出てきましたね。やっぱ間にねしょっぱいのが入るとやっぱもう食欲増すというか、でこれでね予想なんですけども、やっぱカロリーですね、じゃがいもなんで22カロリーぐらいかなって予想しています。うん、美味しかったですちょっと語彙力なくてすいません。今更なんですけども、一応ね全長38メートルの回転レーンにケーキやマカロン、店名の猫が満足した時に鳴らす喉の音にちなんだ、まあ、猫モチーフのスペシャルスイーツのほか、ポテサラや肉まんなどのフードも含めた約、ね、30種類のメニューが40分間で食べ放題。もう30種類本当に豊富でしたね。でやっぱその期間によってメニューが変わったりとか、もうドリンクもね、あの飲み放題ドリンクも あって、まあ、そこから好きなのを取るっていう形ですね。いやこれでね2000円、女子は2100円で男性が2400円だったかな。一応2100円プラスプラスじゃない、そこにあの LINE を友達追加すると100円引きになって2000円で、女性はね2000円でいけます。で一応ね女性応援な店舗なので男性はね割引ないんですごめんなさいね女性2000円でね、もう好きなだけ好きなだけ食べ放題、ぜひねお近くの方は行ってみるのありだと思います。はい、はい、次はミルクレープ、めっちゃ満面ですね。私ミルクレープも大好きなんですよ。もうこれも作った人ほんと神ですよね。このさ薄皮とさクリーム生地がさ層になってて、この切った時のさスススススっていう感じとかも好きですね。まあ、スススススやんなくてパクパクで二口で終わっちゃったんですけども、いやもうミルクレープ大好きです。次何とったかな、オレンジプリン、まあ、プリンかわかんないんですけども、まあ、プリンやと思う、うん、これもねやっぱオレンジのこの爽やかな感じ、柑橘系がすごい爽やかでめちゃくちゃ美味しかったです。甘すぎずほんとフレッシュな感じでしたね。いやこれ美味しいです、ぜひこれもね食べてみてください。でここから同じもの食べるんでね、ちょっとね、カフェロンロンさんのことをご紹介をしたいと思うんですけども、正式名称がね一応、メゾンエイブルカフェロンロンっていう名前なんですよ。メゾンエイブル、ちょっと聞き覚えのある方もいると思うんですけども、エイブル分かりますかね。一応なんかこう一人暮らしとかのお部屋探しのエイブルさんなんですよ、まあ、そこが経営してるカフェになるんですよ実はここ。で一応ねエイブルさんはなんかもうお部屋探しもそうなんですけども、そのやっぱ女性一人暮らしを応援するっていうのが一応掲げているっていうのもなんですけども、でそれで今回こういった感じのね女性の一人でもそういうリーズナブルに食べれるっていうコンセプトで作られたのかなって思います。めちゃくちゃエイブルさんさすがですね。一応できたのが2018年なんですかね。この時にテレビ、王様のブランチとかでも紹介されて、一時期ねすごい話題になってたっていう、まあ回転寿司ならぬ回転スイーツですからね。でまあ一応ね YouTuber さんとかも芸能人の方とかもいろんな方がYouTube とか検索してもらうといろんな方が紹介してたりするので、ぜひね綺麗な感じで皆さん紹介してるんで、私はねもう大食いに特化した感じでやってます。はい、で一応ねロシアン佐藤さんっていう大食いの方が YouTuber の方いるんですけども、その方でね40分で何皿食べたかって言ってね、なんと59皿
やばいですね。59皿ですよ。どんだけ食べんねんっていうね。私もなんだかんだでティラミス4個目の28皿目。まだまだ美味しいですね。うん。で、その話添えちゃったんですけど、ロシアン佐藤さんはね、59皿食べて、まあ腹3割かなみたいなことを言ってて、いやすごいなって思います。いや別に私ダンサーなんでね、別に大食い YouTuber 目指してないんで別にいいんですけども、あって言いました。ここポテチたまたま来て、これちょっと友達とシェアしましたね。枚数的にやっぱしポテトはね、油がほぼほぼカロリーなんで、でもこの枚数とかだったらまあ50カロリーぐらいかなって思いますね。うん、やっぱしょっぱいの大事ですね。もう甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいの、ぜひねしょっぱいのは取っといてもらって、もう交互に食べていってください皆さんも。うん、ちょっと話戻すんですけども、一応ねこちらオリジナルのボトルが入ったドリンクも売られていますね。そうドリンク、前まではねセットだったらしいんですけども、今はね別らしいです。プラスねなんかライムとかオレンジのフレーバーウォーターだったりとか、あったかいお茶とコーヒーとかもあって、本当に飲み物も充実してるんでね、ぜひね一緒に。ホットカフェですね。なんかもうおしゃれカフェなのに食べ放題、いやすごいと思います。ないですよね、多分ここしかないのかな。他にもね回転スイーツのお店があったらぜひ概要欄にちょっと遠くなさってだったら行こうかなと思います。はい、びっくりですね。マカロン今7個目行きましたね。でマカロン1個1個さっきも言ったんですけども、プレートのデザインも全然違いますし、1個1個中とか色とかも違うんですよ。でここねソースが一応クリームでお皿にくっつけてて、なんでちょっとずっ動いてもずらしてもずれないようにちゃんとして固定されていて、まあ、しっかりしててすごいなって思います。食べやすかったですね。しかもやっぱピタッてそのクリームも一緒に取ってね食べてねって感じで。ちなみにね、なんで急に初めての方とかわかんないと思うんですけども、今回ちゃんとこういう風に大食いっていうのをしたのが初めてで、普段はダンス動画を載けてるんですよ。レッスンだったりとかベリーダンスを一人でも知ってほしいみたいな。なのに急に大食いっていうこのね、何をしているかっていうと、すごい個人的なんですけども、大食い YouTuber さんとか前までは全然見てなかったんですけど、今年ねボディコンテストに出るにあたって減量してたんですよ。でその時にハマってたのが大食いだった大食い YouTuber さんで、でその中でもしのけんさんがすごい私は大好きなんですよ。でやっぱしのけんさんのね、なんか不自由食べ放題とか、こういう風にね右上にもめちゃくちゃパクリで申し訳ないです、なんかすごい分かりやすくて一個一個紹介されてて、なんかもうなんかこうラジオ感覚で見える、大食い YouTuber さんって基本食べてるところをで食べながらなんか会話っていうのがメインなんですけども、その西野健さんっていう方はもう天の声をね入れてくんですよね。でやっぱ面白いんですよね。すごい理系の方だからか全部数字で言ってくれるんで、例えとかもすごい面白くって、そこはね本当に私もなんかこういう風になんかこう、しかもお店の紹介とかもしてくれて行きたいなって思えるし、結構なんかこうウィンウィンというか、自分も楽しく食べてお店も紹介できてみんなも楽しいってとてもいいなって思ったので、私もねなんかこういう風な動画上げてみたいなと思って今回初めて上げてみました。でも私も結構なんか別に大食いではない、大食いか分かんないんですけども、したことがなかったんですよ。なんかだいたい食べる時も食べてお腹いっぱいになったら休憩してまた食べるっていう大食いはしたことあるんですけども、もうガチで時間で何皿まで食べれるかみたいな、自分の限界は何皿なんだっていうのは今回初めてねチャレンジして
見たので、初めてなんでね、これが多いんだか少ないのかよくわかんない感じではあります。はい。でも本当に今まで、レコーディングって言って全部食べたものを記録するんですよ。朝昼晩何カロリーみたいな。で毎回打つんですけども、やっぱこういうチートデーって壊すって日なんですけども、何も考えずにカロリーとかもレコーディングしないでここまで食べてもいいってもう楽しいですね。めちゃくちゃティラミス5個目どんだけ食べてんねんってな。そう、本当に幸せな一日でした。で一応ね、ボディメイクは今ちょっともう軽くって感じで、でも私結構リバウンドというか過食、減量をねやりすぎるとその反動がすごくって、もう毎日のように過食しちゃってたんですよ去年。なので今年はできるだけボディメイクの大会がなくってもそんな過食しないようにチートデーを個人的に月1、今のところ月1でできたらなと思ってて、もうその日に爆食いをするって決めて、他の日はほとんど完食を食べないようにしたいなって今は思ってますちょっと今なんでね、未来はわからないんで今後どうなっていくか。そうで今ねこれを撮ってるのは一応これが終わってから10日後ぐらい経つんですけども、今すごいねちょっと爆食いまではいかないけども甘いの食べたいなって思っていて、で次ちょっと飲むの取りに来ましたね。次なんですけども月1回このスイーツ大食いをね、スイーツの食べ放題に行きたいなって思っていまして、次は富士屋ですね。もう行く日決まってるんです。超楽しみなんですけども、8月の25日にお昼のねベリーダンスの生徒さんたちとみんなで行く予定です。もうそれもぜひね楽しみに見てください。はい、で今36皿目ですね。だいたいこのぐらい来るとだいたい被るデザートが増えてきちゃうんですけども、いやでもどれもね本当にクオリティ高いです。ぶっちゃけ2000円で一個一個のこのクオリティ、本当びっくりしました。やっぱね食べ放題ってなるとさ大味といいますか、結構安いって言ったらなんですけども、全然一個一個ちゃんとしてて、しかも盛り付けまでねちゃんとしとって、あ、来ました。ちょっと話変わるんですけど、ミニチーズドッグ。でも可愛いですよね。私のやつは普通に並々だったんですけども、運がいいとね、こういうニコちゃんマークのケチャップの時もあるんで、ぜひね、ニコちゃんマークの時はラッキーだと思ってください。多分、くださいって誰みたいな。ちょっと店員さんじゃないんですけども。はい。次、パンケーキニューです。一発目ミニパンケーキ、これねちょうどいい大きさでしたね。ちょっと大きかったんでちょっと渋ってたんですけども、もうね結構ほとんど流れてくるのが結構もう食べたものばっかしだったので、ここでねちょっとミニパンケーキ挟んでみました。でもやっぱし美味しいですね。ほんとこのクリームソース、チョコレートソースと相性良くてめちゃくちゃ美味しかったです。はい今気づいたんですけど二口で食べましたねこの人ねやっぱね一個一個小さいんで、私とかもね結構一つの丼よりかは一汁三菜みたいな感じで、いろいろとねこうつまんでいろんな種類を食べたいタイプなんですよね。やっぱ一個のねなんかこうメインもいいんですけども、やっぱし食べられるのが限界あるじゃないですか、美味しく食べられるのが。なんでねいろんな種類を食べたいってなった時は、ほんとこのロンロンさんね一口サイズばっかしだったんで、もうめちゃくちゃこれをね女子の夢を叶えてくれるやつですね。いや本当に
うん、でそろそろ40皿になるんですけども、やっぱここまで行くとね、あの周りいなかったですねやっぱもう私初めてだったんで、しかも友達と来てるから良かったですけど、これ一人はね結構メンタル結構強くないときついのかなって思いながら、あのしかもカメラもやっぱ回してるんで、こうねカメラ回しながらねケーキをね一皿ずつ見てているから、あなんかこう僕 YouTuber さんかなみたいな、あれなんか撮影かなみたいな感じで生温かい目で見てもらえたんですけども、全くなくってね、あの一人はね結構きついかもしれないなって、ちょっと初めてだったんでね、なんかもう周りとかちょっとここまで食べるとちょっと周り気になっちゃうんですよ、目線こっち見られてるかなって。でもねもう逆にもうなんか目が合うのが怖かったんで、もう見なかったです。もう周りは見ず、レーンと目の前のスイーツだけを堪能させていただきました。はい、でもどれも美味しい本当に。ほんでね、ゆいゆいのねあのお腹情報なんですけども、まあ大体40皿ぐらいで肉まん来た肉まん一口サイズが食べやすいですね。あ、すいません話しそれましたね。お腹事情なんですけども、40皿ぐらいでもうそうまあまあなんかもう満足かなって感じでした。そうなんでこれ以降はね、はい2本目もう連続です。もうちょっと甘いの飽きてきたのかなこの子もうめちゃくちゃカメラで遊んでますね。でもねあったかいからねすごい美味しい、一口サイズだし本当。そうなんでこれ以降はもう限界はどこまでいけるのか、もう美味しさではなく、いや本当美味しいんですけども申し訳ないんですけども、これ以降はね自分がどれだけ食べれるかを頑張って、ちょっと時間いっぱいいっぱいまで頑張っていきたいと思います。あと13分ですね。なんで30分ぐらいで40皿なのかな、30分ぐらいで40皿私は食べた感じになります。ちょっとねこっからちょっと選ぶ感じになってますね、だんだんもうなんかもう違うのないかなみたいな、なんかあんま濃厚なのよりかさっぱりしたの食べたいなみたいな感じでめちゃくちゃ選んでますね。そして今数を数えています。おお40いってみやんめっちゃ爆笑してます。40だよみたいな分かりにくってすんませんそう、そんな感じでくっちゃべりながらお茶を飲み、思い出したんですけども今ねロンロンさんは予約制になってますね。コロナお気に入りなのかな、なんか1時間ぐらい間隔で人数制限してますので、もしね行かれる際は予約して行ってみてください。時間帯によってね曜日、平日の方がやっぱ空いてるのかなとかに、でもだいたい2、3日前、私何日前に予約したんやろな、1週間前ぐらいだったか2週間前だったか結構前に予約したんで、直前とかの予約なんか一応キャンセル待ちとかもできるみたいなので、ちょっと電話とかでね聞いたりとかネットとかでもね一応予約はできるので見てみてください。はい、やばい、マカロン9個目やで、9個目。ちなみにね、マカロンに調べたんですよ。1個あたりいくらぐらいか。だいたい相場200円いかないぐらい、1個。180円とか。いや、もう安くて100円ちょいだったんですよ。もうなんでね、どんだけ食べんの？私の中でマカロン超高級品なんでね。いや、もうすごい満足ですね。もうこんだけ食べれれば。ガトーショコラ濃厚、やっぱ濃厚もね、いや大体どっちかに分かりますよね。なんかクリーム系のさっぱりした感じが好きな人と、やっぱ濃厚なねこうなんつ
んだろう、口溶けなんかこう舌にねこう絡むような濃厚なのが好きなの。皆さんどっちの方が好きですかね。私もどっちも好きなんですけども、やっぱり濃厚なやつだとやっぱ少しで満足しちゃうんで、あんまり多く食べれないんで、私結構ねお腹こうお腹に入ってるっていうこの粒で胃の中にちゃんと入っていって満足感の方が好きなんで、結構さっぱり系を多めに食べるのが好きですね。めっちゃ個人的な。これもね、良ければコメント皆さんいただけたら嬉しいです。はい、ここでねマカロンの話になるんですけども、私意外とマカロンのことか全然知らなかったなと思ったんで、ちょっとマカロンのね語源とか由来を、調べてみたんですけども、一応マカロンはね卵白と砂糖とアーモンド粉を混ぜ合わせたものを練り、袋に入れ半球状に、絞り出した焼きクリームを挟んだ菓子みたいです。でマカロンはフランスを代表する洋菓子だが、名前はイタリア語で練った生地を切ったを意味するマッケローネに由来し、パスタのマカロニと同じ言語で、マカロンの原型となった菓子は8世紀にイタリアのベネチアで作られていてね、マッケローネだったと言われていて、とかなんかいろいろあるんですけども、簡単に言うとフランスに伝わった当時は、パスタお菓子での区別なくマッケローネと呼ばれてたけども、一応17世紀に入ってパスタをマカロニ、お菓子はマカロンと区別されるようになったらしいですっていうね、マカロン11個目で、面白いのがこんなのもあったんですよ。ホワイトデー、ホワイトデーっていろんな人が返すじゃないですか。ホワイトデーなんですけども、一応ねマカロンはね特別な人っていう意味合いがあるらしいです。他はねクッキーの意味が友人関係、チョコは意味なし、キャラメルは安心っていう意味らしいですね。これも面白いですね。はい、はい、46個目、これも夏季限定ですね。夏限定のフルーツポンチゼリー夏っていう名前のゼリーになります。なんでもねシーズンによって上のゼリーが変わるこちらのゼリー、夏は緑で爽やかになりました。ぜひご賞味くださいだそうです。でね、さっきからね夏限定のもの言ってたんですけども、一応提供期間があって6月1日から8月31日今月いっぱいですね。なんでねまだまだあるんで、ぜひ楽しみに。この夏凝ったこれもやっぱ美味しい。47皿目、あれ何個目か書いてないですね。何個目やったろう、4皿目ぐらいかな。これも結構食べてる気がする。なぜか47皿目の時には何個目か書いてないですね。次なんだ、まだまだいけるね。もう47皿目なんですけどね。ちなみに友達はねもう脱落してました結構友達よりも私の方がめっちゃ食ってましたね。オレンジプリン、これもやっぱ爽やかで、最後はねやっぱし私濃厚なよりも爽やかな、こうさっぱりしたデザートのが好きなんでね、最後はやっぱしさっぱり系をすごく攻めましたね。パクパクいけますね、やっぱ爽やかだと。やっぱなんですかね、やっぱカロリーは高いんですけども、やっぱカロリーが高いけども一個一個小さいっていうのもあって、あんましお腹は意外と膨らまなかったかなって感じです選んでますね。どんだけ食べんねって感じですけど、ね、あとね予約の時とかにもしね誕生日の方とかいたら、それをね伝えてあげると、プレートにね名前とハッピーバースデーっていうのもねつけてくれるみたいなので、それもねぜひ嬉しいですよね。てかすごいサプライズ、すごくないですか。こんな安いのにそこまでしてくれるみたいな、プレートまでねちゃんとバースデーサプライズまで用意しちゃう、この店舗また行きたいですねめちゃくちゃ食べるけど大丈夫かな、ちょっと遠慮しながら今度は友達とね
インスタ映えをメインで次は行こうかなって思います。本当に気軽に行けるのでね、すごい楽しいですね。帰りとかにねショッピングもできますし、周りもねいろいろあるんでついでにっていうのもありですね。こちらさっき誕生日のプレートっていう話、サプライズもあったんですけども、他にもねアメニティとかも売ってるんですよ。こちらもう次から次へとちょっとあんましね言うことがなくなってきちゃってるんでね、いろいろとロンロンさんのねいいところをめっちゃ全面的にご紹介できたらと思うんですけども、やっぱ今コロナ期間中なのでフェイスマスクとかも売ってますし、なんかね鉛筆なのかな、鉛筆とかも売ってて、マグカップとかホットタンブラーとか巾着とかなんかいろいろ売っているんでね、しかもやっぱ見た目がね女子向け可愛いので、ぜひねこれもお土産にぜひ買ってみるといいのかなって思います。はい、こちら50皿目マッシュポテトです。もうね甘いのはねもう食べれなかったみたいですね。最後はねもうしょっぱいものをもうどんぶらこどんぶらこと待ち望んでいて、やっとのことで取った、マッシュポテトです。もううまいのなんのってやっぱ甘いのしょっぱいのは大事ですねはい、もうこんな感じでロンのカフェロンのさん50皿行きました。はい、はい、ごちそうさまだそうですはい、なのでねゆいえ一応50皿ですね、40分間で50皿食べたことになります。キリが良くていいですね。ごちそうさまでした終わりめちゃ美味しかったです。マジゆいえ50皿です。ドゥル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 11皿分で50皿でした。はい、終わり。やばい、2000円50枚食べたら1皿なんと40円一皿40円はやばすぎますね。はい、じゃあどんだけ食べたかちょっとずらっと並べていきましょう。はい、トン。はい、こちらゆうひが食べたすべてです。おー、こう見ると結構食べましたね私ねちょっと数えてみましょう。ナツコッタが3個、マカロンが12個、オレンジプリンが3個、ティラミスが5個、三色団子が2個、シェルが1個、スポンジケーキが2個、カヌレが2個、ショートケーキが1個、いちご蒸しケーキが1個、ベイクドチーズケーキが3個、ガトーショコラ2個、肉まん3個、ミニクレープ1個、トウモロコシコロッケが1個、マッシュポテト2個、ミルクレープ1個、ポテチ1個、ミニチーズ1個、ミニパンケーキ1個、フルーツポンチゼリーが1個ですね。でここからカロリードン、はい、足してみました。でさらにトータルドロロロロロロロンパン、はい、こんな感じです。はい、トータルカロリー4317カロリーになります。言うてねカロリーだけ言われても分かんないと思うんで、ちょっと例えで、一番親しみのあるマックのハンバーガー、マックハンバーガーで例えると17個分になりますね。そう考えるとすごい量ですね。女性のね平均だいたい1700カロリーとかって言われるんで、まあ、大体に2日と1日の半分ぐらい摂取しました。はーい
なんか急に最後はめっちゃ真面目な話になりましたが、一応ね、チートデーなのでいいんです2日半と経っていいんです。今日だけ特別。そして終わりました。以上です。バイバイ。